はい、今日は5月1日、長野県里山部です。じゃあね、クイーンルージュというやつを唾液に追記をしたいと思います。これがね、5BB というね、唾液ですね。これちょっと、芽吹きそうなんですけど、これもう少し前の状態が良かったですね。で、こちらが、クイーンルージュというホギに当たる部分です。ここで一回切りますね。ここら辺で一回切ると、ここら辺でね、こんな感じです。で、これをですね、これかなり鋭利な、ツインキカッターですけど、このここの V 字に、ね、バチャってこう切れるんですね。これをこう合わせてあげて、それでここでガチャッ、ちょっと失敗しましたね。これダメですね。V の字になってなきゃいけないんで。ちょっと切り直して、このように V の字になりました。同じようにですね、こちらの、唾液の方も逆の V の字ね、刺さるように逆の V の字で、このようにガチャと切ります。切れましたね。で、これがホギで、これが唾液。こっから根が出る予定です。で、これですね、追記する前に、病気と水の蒸発を抑えるためにトップ GM というね、これは酢酸ビニル系の接着剤と、それから殺菌剤が入っています。酢酸ビニルが乾くとね、これボンド、木工用ボンドと同じなんですね。乾くと薄い膜ができて水が蒸発しにくくなります。じゃあこれをですね、ちょっと手袋つけて、殺菌剤入ってます。まあ手袋つけた方がいいでしょうね。つけなくても素手でやっちゃってもそんなに問題ありませんけど、手袋をつけてここに、接着剤をじゃないや、このトップ GM をちょっと取って、まずね、ホギ、これ先頭、それから目のとこ塗っちゃいけません。目の周りとこの V のとこ塗っちゃいけません。刺し木をするとこは塗りません。ここ塗らないようにね。で、ここに接着剤をこうしっかりと、目にもつけないようにね、目にもあんまりつけないようにして、トップ GM を塗ります。はい、同様にですね、唾液の方にも、ここ塗らないように、こっから上ですね、こっから上、ここで水の蒸発が抑えられますし、殺菌効果がありますので病気が出にくいということになります。この目のある下、ここから根が出ますので、ここには塗らないようにしましょう。唾液とホギができました。今度はこれをね、メデルテープ。メデルテープね。これを、細長くちょっとやりやすいように切りました。まずこの二つをつなげると。ね。このところをつなげます。これね。はい、つなげました。で、これしっかり押さえて、で、こう下からこう巻いていきます。ツインキテープで下から巻いていくと。で、上まで行って、目のそばになったらもう一回こう、下に返していきます。で、これ、本当はね、全部巻いてもいいんですけれども、水の蒸発を抑えるためにはこう、全部巻いた方がいいですね。はい、こんな風になりました。あと、ここですね、切り口も、水蒸発しちゃいますので、これでちょっと巻いておいてあげます。切り口も水の蒸発を抑えるために巻いておくと。これでいいですね。これで完成です。あとね、こっから根が出ますので、ここ V 字に切ります。V 字に切る。こんな感じですね。こう根が出るところですね。V 字に切ります。で、ここでルートン。ルートもね、ちょっとパラパラパラっとかけます。ルートはですね、発酵を促すようなホルモン、1ナフチルアセタニドというものですね。これをですね、ここへね、ちょっとね、パラパラパラ。はい、こんな程度ですね。ルートをこんな程度かけます。そしたらこれをロックールのところにですね、このロックールに刺します。ち
ルートもこっちに入れちゃって、ここに刺すんですね。これ刺すときにちょっと水を入れといて刺したわけですね。こう水で湿らしておくと。はい、水で湿らしました。これを刺すね、これ刺します。そしたらですね、手袋をはめて、これね、ロクル指に刺さりますので気をつけてね。手袋をはめて、この刺したところをこう崩していく、このようにね。崩していって、茎に密着させます。はい、これで、ブドウ苗木、クイーンルージュという、下が唾液の 5BB、上がクイーンルージュというね、苗木が完成ということになりました。です。もう芽が出てきてます。ロクールに、ここの部分が唾液ですね。ここで接ぎ木してあって、こちらが穂木、目的のブドウになります。この、ブドウの場合には、穂木がクイーンルージュだったかな。これはクイーンルージュという新しい品種ですね。長野県の新しい品種です。こちら冷蔵庫に入っているホギですね。これね、こんな感じで、これは冷蔵庫に入っているホギですね。あとどんなのがあるかっていうと、ジップロックで、このようにホギをいくつか用意してあります。冷蔵庫の野菜室ですね。この冷蔵庫は野菜室がすべて穂木、まあ、冷蔵庫ね、冷蔵庫の中の野菜室が穂木、いろんな穂木が入ってますからね、いろんな穂木がすべて入っていて、これを4月に追記します。